You're listening to Shibuya Cross FM。皆さんこんにちは、月1の水曜日、第3水曜日ですね、お昼の2時からの放送です。山下俊介のブラッシュタイムレディオということで、今日もよろしくお願いいたします。今日朝はすごく晴天で、雲一つなかったんですけども、今日というか今の時間はちょっとね、渋谷は雲もありますけども、まあ秋晴れということで気持ちいい、天気ですね。高知の情報はいつも僕はフェイスブックとかでね、いろいろ見てるんですけども、いつも気になってるのが特にあるんですが、魚釣り の漁師さんの、フェイスブックがありまして、なんとか丸っていうのを忘れたんですけども、毎回大量のタイであったりとか、たまにクエとかもね、釣ってたりして、それがすんごい毎回気になるんですよ。早くまた高知にゆっくり帰ってですね、釣りなんかしたいなと、そんな風にも思っておりますけども、9月10月と、まあ、今月は特にそんなにコロナのニュースも少なくなってきましたかね。いろんなイベントも、ちょっと戻りつつあるんじゃないかなと思いますが、僕山下俊介は、家で引きこもって、いろんな曲を録音しております。かなりいい音で、撮れるような環境になってきましたので、よかったらまた YouTube チャンネル、ZEYO2010-0210 チャンネル、登録していただいて、聞いていただければと思います。それでは1曲お届けしたいと思います。山下俊介のソロアルバムですね、シングルモルト山下ナンバーワンよりサンバーストお聴きください。
はい、お聞きいただきました、シングルモードと言いましたナンバーワンよりサンバスをお届けいたしました。今日は素敵なもう美人すぎてどうしようかなと思ってますけども、すごいですよ。バイオリニストでもあり、そして、自分で会社も経営もしている、福本まりえさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実は初めましてなんですよね、はい、僕の奥さんが、はい、お仕事でお世話になっておりまして、ありがとうございます。すごい美人の奥様で、いやいやもう何おっしゃいますやらもう本当にマリアさんのちょっと今日は、はい、自分の奥さんも言ってたんですけど、うん、あまりこう、はい、素性を知らないというか、まあ、多分皆さん お付き合い、お仕事でお付き合いして、はい、まあ、演奏をね、うん、していろんな話はすると思うんですけども、はい、結構プライベートであったりとか、今日はその会社設立であったりとか、はい、そのバイオリンのことについてというか、はい、音楽のこととかいろいろとお聞きしたいと思います。どうぞよろしく、はい、よろしくお願いいたします。まず、マリアさんなんですけども、はい、北海道札幌出身ということで、はい、はい、札幌です。いつまで札幌は小さい、生まれてから、生まれてから私24歳まで、はい、札幌でした。あ、札幌でしたか、うん。24歳までってことは大学も向こうの、そう、大学に、はい、私すごく東京芸術大学に子どもの時から猛烈な憧れがあって、どうしても芸大に入りたくて、はい、バイオリン頑張ってたんですけど、はい、中学生ぐらいの時にあれみたいな、周りみんな上手で、うん、これバイオリンじゃ芸大入れないかもと思って、うん、声楽って中学生ぐらいからみんな始めるなと思って、確かにこれは声楽ならいけるかもしれないと思ってバイオリンやってたんですけど、声楽始めて、あ、歌もいける、歌えるんですねあ、それ知らなかったです、ごめんなさい。声楽を始めて、でまた芸大を目指したんですけれども、うん、見事に落ちて、まあ、芸大のまた声楽家ってめちゃくちゃ難しいですもんねそうなんですよね。でそれで仮面浪人するって言って、地元の北海道の音楽を学ぶところに大学に入って、うんうんうん、そしたらそこが楽しすぎてそのまま卒業しましたなるほど。でその ちなみにバイオリンは何歳ぐらいからやられてるんですか。はい、バイオリンは4歳からやってます。すごいですね僕はクラシックギターを高校2年生からなんですよ。全然音楽だから、その時から初めてオタマジャクシ追っかけまして、はい、すごい本当に大変だったんですけど、4歳の時ってそれやっぱ覚え、はい、よく聞くんですけど覚えてますか。始める最初の4歳の母がバイオリンの先生だったので、 あれ、まあ、じゃあもう身近だったんですね、はい、4歳の誕生日プレゼントがバイオリンで、うん、それからずっと、それは、マリアさん、うん、買ってって言った、いや、もらってプレゼントで与えられてはい、はい、それから毎日練習になって、うんうん、結構厳しかったので、もう 今だったらまずいですよね。もう練習してたら近いみたいな感じでパーンって鼻血がビュッて出て、バイオリンに鼻血が飛ぶみたいな鼻血出ちゃったそれこそよく、うん、これも話になると思うんですけども、はいはい、親が教えた方がいいのか、うん、先生が教えた方がいいのか、はい、マリアさん的にはなんか今経てどう思いますか。うん、いや、これは永遠の課題だと思うんですけども、マリアさん的には。私は、はい、親の協力がないと成り立たない、うん、バイオリンだけは親の協力がないと成り立たないかなと思ってます。うんうん、小さい時に思いっきり練習しなきゃいけないの で、 そうですよね。やっぱ子供だけだと難しいかなと思います。でもなんか先生のところに行った上で、うん、お母様がしっかり見るってい っていうことですよね。ダブルの大変さはあるかなと思いますけど、二人三脚、うん、二人三脚は、はい、他の楽器にはない大変さがあるかなと思います ね。 そ う、 ですね。そういうこと、すみません、うん、僕はちょっとマリさんも、はい、知ってたら教えてほしいんですけど、はい、チェロとかって、うん、ちっちゃいチェロってあるんでしたっけ。あ、ちっちゃいチェロあるんですけど、うん、でもちっちゃいと言っても、うん、何歳ぐらいから、小学校の2年3年4年ぐらいですよね。ってことは、うん、同じいわゆる弦楽器 で、はい、で、ギターみたいにフレットがなくて、うん、音程も取れないじゃないですか、はい、チェロの子たちって、うん、始めるの大変ですよね。ピアノから始めてるんですかね。ピアノとかバイオリンを先にやってる人も多いですけど、最初からチェロの人もいます。あ、そうなんだ、うん、いや、なんかそれ知らなかったからね、いや聞いてみたかったんですけども、うん、で、まあその芸大に、うん、
その芸大に憧れた理由っていうのもあるんですか、小さい頃から。まあ、まあ母が芸大落ちてるんですよね。だから親子で落ちたんですけど、リベンジが叶わずですが、まあ、もうちょっと年を取った時に何かの課で大学院行きたいなってまだ思ってます。そうなんですね。なんかそう、うん、僕 の, あの、はい、先輩も、東邦行って、うん、30代ぐらいかなで声楽科で、はい、芸大入ったりとかしてるので、まだまだ、まだまだチャンスは。学理科とか。ね、そうかそうか。そして、はい、まあ、そのバイオリンを小さい時から始めて、で24歳まで北海道、はい、で東京に来られて、はい、うん、でそのバイオリンでの活動っていうのは、はい、どんな感じなんですか。いつからこう、うん、なんか演奏家として始めたとか、そのせ、まあ、声楽も踏まえてです、うん、だと思うんですけども。はい、バイオリンは、まあ、ジュニアオーケストラも小学4年生からやってたんですけれども、はい、母がバイオリン弾いてた関係で、うん、多分中学1年生ぐらいからアマチュアのオーケストラのエキストラに回るっていうのをやっていたので、うん、まあ、うっすらお金をもらって弾くっていうのはそのぐらいからですね。お小遣いをお小遣いっていうか、まあ、あのエキストラ代をもらいながら、いろんなオーケストラにお伺いして、北海道帯広とか全土行かせていただいて、いろいろ、あとはあの、介護施設とか病院で演奏したりっていうのは、うん、ジュニアオーケストラでもやりましたけど、母と一緒にもやっていたので、中学生、高校生ぐらいからなんとなく演奏活動をして、で大学生になってからも、まあ、常にでもこう演奏家であるっていうことは頼んでもらえないと成り立たない、うん、ね、自称になってしまうので、いやこれは大人になってから演奏頼んでもらえるかなっていうのを常に意識していて、大学生の時も、うんうん、あの大学生の時もちらほらコンサート頼んでいただいたりとか、ソリストで呼んでいただいたりとかしていたので、うん、学生時代からうっすら始めていた感じです。ということは、その中学校ぐらいの時から、うん、その仕事をして、まあ、バイオリンを弾いて、はい、お金をいただくという、うん、その仕組みじゃないですけど、仕組みっておかしいから、うん、流れっていうのはもうなんか、はい、自分の中でこう自然とあった、うん、自然とあったのと、あと絶対本番休んじゃいけないという母の教えが今でも教えられないのが、うん、帯広ってあの北海道でも札幌から3時間半とか車でかかるんですよ、はい、でその日39度出してて、はい、でもオーケストラの本番があるから休んじゃいけないって言われて、うんうん、で、まあ、頑張って3時間半我慢して行って、で行ったらもう世界が赤く見えるんですよ。40度ぐらいに夜になっちゃって、うん、でも休んじゃいけないってなって次の日も出て、まあ、北札幌に戻ったら腎盂腎炎っていうのになってたんですよ、入院ですみたいに言われたんですけど、まあ、その時にまあ覚悟はつきました。やばいですね、何があろうがもうプロ根性だね、休まないっていうのは高校生の時から締めて続いてます。僕もね、うん、それこそ9度まで行ってないですけど、はい、38度南部でコンサート野外で夏したことがあって、はい、あ辛い。その時はもう変なテンションになってましたね、うん、逆に集中力がなんかこうアドレナリンが出るんですかね。で終わった後もう一瞬で寝ましたけどね、もう帰りのそう車で、そう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 、それはすごく覚えて、まあ本当にプロになってくると、うん、まあ、僕たちの場合はある意味、はい、あの、うん、歌の人はね難しいですよね、喉が枯れたりね、持てないですもんね。僕たちの場合一応、まあ、咳も本当はしたらダメですけど、うん、はい、まあね、そういうのはできますけど、うん、まあ、本当そういうのはプロ根性もう高校生から、はい、なるほどですね。で、はい、24歳で東京来られて、うん、東京での活動っていうのは どんなもう、誰か指令が いやもう札幌にいた時は、うん、まあ本当に音楽で知らない人はいないぐらい皆さんとつながらせていただいて幸せに活動してきたんですけど、東京に来たらもうどうしようって思って、もう一回できるんだろうかって思っていたんですけど、意外となんとなくなぜか紹介っていう風にどんどんつながっていて、で活動できてて本当にありがたいなと思ってます。なんか、まあ、自分も高知から出てきたので、はい、まあ、大学が一応東京だったので、一応先輩からのお仕事とか、はい、そういうので僕は初めてこう、うん、お金をもらって演奏してっていう流れをこう知っていくんですけども、はい、うん、
その前田さんの場合はやっぱりその、まあ、地元の先輩とか後輩とかが、はい、その東京にいたってつながりもそんなにあったわけでもなく、そうなんですよ。あ、結構お友達もこっちに来てお仕事はしてたんですけど、うん、クラシックの本流の、あのオーケストラ、はいはいはい、有名なオーケストラで弾いているお友達ばっかりだったので、うん、そんなにあのお仕事紹介してっていうような感じはなくて、うん、今の携帯でクラシック以外は今は割とやってるんですけど、はい、そういう携帯をやるようになったきっかけはふと、うん、なんかこうある時ね、なんかあ好きなことを好きなところに行ってやろうってある日思って、うん、その時にフェイスってコロンビアレコードの会長のお誕生日パーティーに急に誘われて行って、フェイスさんとつながってるんですねそのお友達に急に誘われてそこに行って、はい、そしたらそこで演奏の依頼をいただいて、毎日放送の方がいらっしゃって、うんうんうん、情熱大陸作ってる方から、はいはいはい、情熱大陸といえば博士さんなんですけど、うんうんうん、あの曲弾いてほしいって言われて、でそれでお伺いしたらそこからバーっと、なるほど、広がって広がっていろんな方から、はい、頼んでいただけるようになりました。やっぱりこの僕自身も思うんですけど、やっぱり一回一回の何かを頼まれたお仕事が、うん、やっぱ広がっていかないと、うん、やっぱ演奏家として多分本当にきついですし、うん、広がっていくのは演奏とやっぱりその人の人格の、はい、うん、こともあると思うんですけども、はい、まあ、それが結構大半なのかなとはちょっと思うんですが、うん、まあ、そういう一つ一つあのマネーさんは仕事をこうつなげていかれてると思うんですけども、はいはい、会社を設立したのが2014年ですか、うん、法人化したのは16年なんですけ ど、 ど個人事業は2012年から12年から、はい、そうなんです、行っております。その、まあ、うん、クラシックの一つの、まあ、価値観というか、はい、まあ、うん、価値観、うん、そうだな、やっぱり大学に音大に行って、うん、で、まあ、オーケストラに入る、はい、先生になる、うん、で、まあ、ソリストになれば、うん、とかっていう、まあ、道があるとして、はい、起業するっていう選択、うん、なかなか少ないと思うんですよで、はい、僕自身も2010年から個人事業でやってて、うん、で8月に今年株式にしたんですけども、はい、おめでとうございます。 ありがとうございます。でそのマネさんがそのなぜ、はい、演奏家というだけの選択ではなくて、うん、まあ、あの一応会社にしなくても、まあ、僕もやってるんでよくわかるんですけども、一応こう、はい、まあ、特に株式会社とかしなくてもお仕事ってもらえたりもするじゃないですか、うん、はいはいはい、であえてちゃんとその形を取ったりとか、うん、っていうのはどういったこう意図であったりとか考え方というか、うんうんうん、あったんでしょうか。あ、私もともと中学生の時に地元の札幌で習ってた先生がすごく素敵な先生で、三部明子先生っていう方なんですけど、はい、本当に憧れてる先生で、うん、音楽家としても一流でヨーロッパでも活躍されてた方 で、うん、で40歳ぐらいで日本に戻っていらっしゃって、うん、それから本当にあの生徒さんも素晴らしい方いっぱいいらっしゃるし、リサイタルも素晴らしいし、うん、そしてあのビルも持っていらっしゃって音楽も経営され、大学の先生もされ、日医協会の理事長もされ、さらにゾンタクラブで女性経営者の会長もされっていう、そすごい美人で、うん、もう料理も上手だし何でもできる素敵な、はい、先生習ってたので、なんとなくその先生のこう音楽をちゃんと本流として求めながらも、あの経営者としても生きていらっしゃる先生がかっこいいなと思ってたので、自然と音楽家であり女性経営者として生きていきたいなっていうのは中学生の時からビジョンにありました。すごいな、なんかそういう価値観になられる方ってやっぱ少ないと思うんですよね、うん、今ちょっとずつ増えてはきてると思うんですけども、はい、なかなか僕らの世代の人って、はい、まあ、やっと出てきたっていう感じはあるんですけど、うん、まあ、今あの海外とかアメリカでもやっぱりセルフプロデュースっていうのはもう当たり前になっていて、はい、今まで事務所に入ったりとか、うん、まあ、レコード会社に、所属も今はありますけども、はい、じゃないとなんかこう演奏家であったり音楽家としてこう認められないというか、うん、はい、そういったあの概念が強かったと思うんですが、うん、まあ、今の時代は特に、まあ、あのいろんな SNS でも表現できるようになりましたし、うん、自分自身でのプロデュースが、うん、まあ、できていかないといけないんじゃないかなと思うんですけど、うん、マネさんその辺どう思いますか。
それも大切だと思いますね、うんうん、あと個人事業主であった時は、うん、いろんな事務所さんからもお仕事いただいてたので、うん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 、いろんな事務所さんと関わらせていただいて、はい、で、まあ、よく知っていただいたところもあるんですけど、うん、やっぱりあの、まあ、一緒に演奏行ってる仲間たちがこういうところが納得できないとか、うん、こういうところが納得できないとかいろいろ言ってる話を聞いていて、うん、ああこの仲間が一緒に演奏するみんなが喜んでもらえるような、うん、あの例えばこのこれ以上はお支払いするとか、うん、こういう条件にするとか、うん、なんかあまり負担をかけすぎない形でいいものを作れることってできないかなってお仕事いただきながら考えていたので、うん、そういう意味でも演奏家派遣を始めました。なるほど。あのすごいもうなんか自分自身も本当に同じようなもうことをずっと思ってやっているので、うんうんはい、なんかすごくなんていうのかな、うん、あのお話がスッと入ってくるというかなるほど、まあうん、じゃあそのあとはその今やられててやっぱ経営をしつつ、はい、その自分で演奏するっていう、うん、かなり、まあ、脳みそが全然違う部分にあると思うんですけど、うん、そのバランスのなんかこう前田さんなんか取り方、うん、であと、まあ、あの家庭も、はい、あの子供さんもいらっしゃって、はい、2人の、はい、なんか家庭仕事で演奏っていう、うんまあ、仕事というか、まあ経営者っていう、うんまあ、例えば3つあったとしたら、はい、なんかどんな風にこうバランスを取っているかとかって自分の中でありますか。もう得意なことは得意な人に、うん、苦手なことは得意な人にカネギーの言葉であのパッとちゃんと間違ってたらごめんなさい、あ、全然全然、自分より素晴らしい人の力を借りられる人が一番だっていうのをすごく大切に思ってるので、うん、だってもう無理しない、預けるとこは預ける、はい、デザインをデザインセンスのない私が必死になってデザインをするのではなく実力のあるデザイナーにお願いをするとか、経営のことで悩んだら、うん、とても経営に長けている人にご相談するとか、いろんな人の助けを借りながら、うん、演奏も私の至らないところはそのエコス奥様みたいな本当に素晴らしい技術のあるバイオリニストに助けていただいたりとかしながらやってます。パワーポイント作るってなったら無理せず得意な事務スタッフもいますの で、まあ、ある意味で任せながら任せながら時間作ります。あれですね、マネさんが尊敬されるのも、うん、その周りのスタッフから多分その自分ができないことをちゃんと分かって振ってくれるから、はい、向こうも分かりやすいんでしょうね、うん、でそれがまた向こうにとっても仕事になるし、うん、こうそれがまたどんどんこう何ですか、うん、あの繋がっていくというかいろんな人にこう信頼を得ていくというか、うん、なんかそういうのでこうなんかマネさん自身がの会社であったり、うん、マネさんができてる、はい、今のっていう感じですね。もっと信頼して尊敬できる人にしかお仕事をお願いしないようにしてるので、ねねうんうんまあ、幸せに生きてます、うん、その辺の、はいまあ、これあんまりあの言えなかったら言えないで全然 OK なんですけど、うんうん、その人の判断あるじゃないですか、はいそのまあ演奏もそうですし、うん一緒にお仕事するっていう、はい、なんかこう見分けマリアさんの中での、うん、こう見分け方とかって、うん、例えば僕だったら、うんまあ、見た目でこう雰囲気が合う合わんってちょっとこう感じるタイプなんですけども、うんうん、マリアさんとかなんかどういうのでこう人一回お話しするとかなんかこうなんありますか。人の見分け方合う合わないの見分け方というかもう会った瞬間だいたいやっぱ今おっしゃったようにやっぱり私たち音楽家だから感性鋭いと思うんですけど感性って正しいと思うんですよ、うん、精神科医の先生にも言われたんですけれども、はいはい、直感が最も正しいと相手のエネルギーとかオーラとかそういうものは大切にしてます。でもそうじゃなく大切にするとしたらやっぱ誠実さ、誠実さ、うん、は必要だと思う。なるほどね。いやなんかじゃあよかった直感でまずいいんですねよかったよかった。いやなんかそういう話もね、うん、なんかこうここね半年以上こうやっぱ外に出れてなくて、はい、いろんな方とお話ができていないのでいつもなんかそういう話は、うん、なんか飲んでる場で僕は、はい、友達とかあの新しく会う方とかとしていたので、うんうん、そういうのが久々になんか聞けてなんか感性大事ですね、はい、であの、はい、1曲ちょっと挟んで、はい次はあのプロデュースというか、はい、あの今のなマナハナプロジェクトについてちょっとお話をお伺いしたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、では、1曲お届けいたします。山下俊介の作曲になりますベルアラビです。
この番組は、高知にある細川歯科医院さんの提供で行っております、今日のゲストは、改めまして福本まりえさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前半はまりえさんの、まあ、いろんな、はい、あのちょっとプライベートなことまでお聞きしましたが、あまり誰も言ってなかったようなことを、あら、ま、すいません、ありがとうございます。ペラペラ喋っちゃったよかった、あのそれはいいように受け止めてよろしいんでしょうか。よかったです。まあ、本当自分自身も演奏家でありこう会社というかあの経営もしている身なので、はい、すごくまりえさんの話が本当にスッと入ってきてて、うん、なんかあやっぱり一緒なんだなっていう、うん、そういう自分でこうやり続ける人たちっていうのは、うん、すごく自分もなんか嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、うん、今からはですね、マネさん今こう行っている、はい、プロジェクトがあって、はい、マナハナプロジェクトというのがあるんですけども、はい、ちょっとご説明をいただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、マナハナプロジェクト、真夏過ぎの花火っていう曲のプロジェクトなんですけれども、はいはい、あの美術家の現代美術家ですごく有名な宮島達夫さんという方がいらっしゃいまして、はい、この方お名前パッと浮かばなくても皆さん見たことあると思うんですけど、はい、あのいろんな至る所に世界中で有名で、はい、デジタルカウンターが一番有名かな。デジタルカウンター、この前も六本木の美術館で個展があったりとか、草間民生さんと2人で個展されたりとかもしていて、とても有名な美術家の方なんですが、この方がコロナ禍で、うん、あの甲子園がなくなったりとか、はい、部活ができなかったりとかする高校3年生を応援したいということで、はい、美術家なんですけれども応援するなら歌だっていう風になって、ね、うんうんうん、で私がよくご一緒している長岡聖光さんという作曲家の方にご相談があって、うん、でそれで高校生を応援するために音楽家たちがみんな一流の音楽家が集まってボランティアでみんなで作ろうよっていうので始まったのがマナハナプロジェクト。僕だからマネ、そうだからマネさんがバイオリン弾いてなかったんですよね、はい、歌っててあれと思ってこれは一体どういうあれなんだろうなっていうのあで、はい、今日初めてちゃんとお会いして、はい、その声楽家もやってたってことで今やっとビッてきました。ハマりました。すいません。そうなんです。そう、はい、歌わせてもらって、この曲は長岡聖光さんっていう方は、はい、そのマップとか嵐とかケミストリーとかも本当に数千曲書いてらっしゃる音楽界の大御所の方なんですけど、すごいですね。まあ、その最初の録音では男性がちょっとジャニーズっぽい男性が歌っていて、 で、ね、はいはい、でこの曲をあのこれから女性合唱、うん、あとは、吹奏楽、うん、オーケストラで全国の高校の部活でもやっていただこうっていう形でいろいろアレンジしてる中 の、 あの女性合唱バージョンのお手本となる動画の撮影に携わらせていただいて、うんうんうん、でさっき入れなかったって言った東京芸大の卒業生をいっぱい集めて、はい、なるほど、憧れの人たちの一緒に、はいはいはい、夢を叶えるわけですね。はい、そうですね。なるほど。そうかそうか。一緒に、録音させていただきました、はい、でこの曲がいろんなラジオ局でパワープレイとしても取り上げていただいていたりとか、はい、東京新聞さんに取材していただいて、うん、はい、掲載していただいたりとか、その記事を見た全国の新聞から取材させてほしいっていう話が今続々と来ていて、このプロジェクトがどんどんすごく素敵な曲なので、はい、広がっていって、みんなで高校3年生ももちろんなんですけど大学1年生も辛そう、そうですね、今回のレコーディングにも大学1年生参加してくれたんですけれども、うん、もう1回もまだ学校に行けてない。そうですね、僕も芸大の、うん、そうあの先生の知り合いますけど、うん、全然やってないって言って、うんうん、なのでその、応援するのももちろんですけど、何かがしたかったっていう音楽家も多くって、何か自分にできることで力になれることないかなって言ってた人も多かったので、うん、みんなでその形を作っていける、そのこちら側も幸せだなと思って応援してます。それはじゃあ、はい、宮島様からのアイデアが始まり、宮島様から、はい、美術家から、長岡様に行って、はい、長岡さんからマリアさんに話が入って、はいはい、でマリアさんはじゃあその声楽家とかのプロデュースをやられてるって感じですか。うん、そうですね、あとこのプロモーションもまたそのプロモーション得意な人をご紹介して、いろんなテレビ局とかラジオ局にまた話を持って行っていただいてるところです。どんどんつながってるということですね。は
はい、な、いや、なんかいい流れですね。さっきの話聞いてたらそれが当たり前に聞こえますね、うん、なんかこう、それってすごいことなんですけど、うん、なんかマネーさんが今こう今日の流れで話していくと、なんかこう、はい、まあとにかく得意な人にどんどん渡していって、それがまた皆さんが共感を持ってくれて、うん、はい、どんどん広がっていってるっていう、うん、またこう自然なこう流れでそうですね、まあ、共生、共に生きるってことも人生、うん、私人生理念が愛と、平和と音楽なんですけど、うん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 、共生も大切にして共に生きる、だから、勝ち負けではなくて、うん、一緒に生きて、みんな生きていくっていうのを大事に思ってるので、る得意な人ほど得意な人がやって、みんなで助け合えたら一番かなと思ってます。本当にそういう意味では共感を持たないと、うん、このプロジェクトっていうのは、うん、まあ、誰かがこう得するとかそういうことではなくて、はい、本当に、うん、まあ、誰かというかその、主催してる人じゃなくて、はい、本当に今回、うん、青春時代の1ページ、うん、まあ、うん、未来ある意味思い出になるものでもあるかもしれませんが、うん、はい、今のその本人たちにとっては相当なこう積み重ねてきたもので、コンクール目指してても何もできない、まあスポーツでも何でもそうですけども、まあその子たちの表現の場を大人がどれぐらい作れるか、なあ、ちょっとマネさんといろいろ語りたいこともあるんですけど、はい、いや、はい、この間テレビで見てて、うん、本当思ったんですけど、うん、やっぱりこういうことになったからこそ、はい、まあ、このラジオでもずっと言ってるんですけど、はい、なったからこそ何か考えないかんっていうことを、うん、で何かこう違う目線で、うん、今運動会とかも いろんなやり方でやってたりするじゃないですか、はい、そうですね、うん、なんかお偉いさんたちよりも、はい、子供たちの方がそれをやるのが早いですし、アイデアもたくさん出すし、はい、なんでそれを大の大人がリーダーができないのかなっていうのが、うん、すごくこう違和感があって、まあ、だからこそできないっていうのはあると思うんですけど、だからそういう意味でもこの間ドラえもんの映画を、はい、なんか話どんどん飛んでますけど見に行った時に、はい、のび太くんが、うん、まあ、鉄棒ができないと、はい、で、まあ、新恐竜に出会うんですけど、うん、で2匹いるんですけど、はい、1匹が運動音痴で、うん、で2人がこう、まあ、その絵がなんていうんですか、似てる似た者同士で、うんうん、でけど頑張れば進化するっていうことなんですけど、はい、うん、なんかねそれはすごいこう今の人間になんか失ってるもの、大人が失ってるものなのかなと、うん、挑戦もしていないし、うん、してない人が多いし、はい、そういう進化を、はい、思考を止めてる人が結構多いなと、だから本当にそういう意味では子供たちを逆に見習って、はい、何か今でも成長しようって思わないといけないんだなっていうのをつい最近また思ったことなんですけども、マネさんも そんな感覚ですか。そうですね、どうでしょう、もう成長なく、もう停滞は衰退の始まりなので、うんうん、常に成長し続けることが最も大切だと、まあ、だらだらしてるんですけど最近私は。でも周りの成功している方を見るとチャレンジの数が半端ないですね。人の100倍ぐらいチャレンジして、人の100倍ぐらい失敗していて、うん、だからやっぱり失敗を恐れずに、どんなちっちゃいことでも思いついたら全部やるっていうぐらいチャレンジすることってすごく大切だなって思ってます。そういう意味でマネさんにちょっと聞きたいのが、うん、この、まあ、一応番組でこう日々アップデートしていくっていう、はい、まあ、ゲストの言葉だったり僕の言葉だったりで、うん、お聞きしたいのが、マネさんの中で小さな幸せを見つける、はい、うん、時に、なんか毎日ではなくてもいいんですけど、うん、まあ、できれば毎日何かこう、はい、自分の中で、あ、これちょっと幸せに感じるなとか思うことって何かありますか。うん、何かしてたりとか。全然ちっちゃいことでも幸せですよ。もう本当、あ、お風呂入ってあったかい、幸せだなって。お風呂はシャワーじゃなくて、シャワーじゃなくて、うん、浸かる方ですか。浸かる方それだけでも幸せ感じます。今は今日ここに来てお話できて幸せだなって思ってるし、今日食べたご飯が美味しかったな、幸せだな、うん、ちょうどその話を昨日、そんな話をしてました。昨日織田善光先生という富士山を世界遺産にした方の新しい動画の打ち合わせしてたんですけど、すごい、はい、その中で毎日
そう、幸せについての話をしてて、毎日寝る前に幸せ日記をつけてるっておっしゃって、で毎日3つ寝る前に良かったことを書くっておっしゃってたんですよ。それで最後なんかこうご飯食べて美味しかったとか嬉しかったとか今日この人に会えて楽しかったとか必ず感情をつけて、必ず3つ幸せだったことを書いてから寝る、その人気をつけていくっておっしゃってて、それだけで、ね、リアルタイムですね。昨日そんな話をしたんですね。ああそれ大事だなって思って、なんとなく感じるだけじゃなくって、毎日寝る前に3つ、何でもどんなちっちゃいことでもいいから見つけて、それを紙に記すっていう習慣がついていったら、ずっとこう心が健康で幸せに生きていくことってできるんじゃないかなって、うん、そうですよね。なんか、うん、あの今やっぱり自分に命を絶たれる、うん、まあ、ニュースでも大きく取り上げられてますけども、はい、あの僕もあの2012年かな、うん、その、話をちゃんとこう頭の中にインプットしたのは、あの2011年の東北の震災で亡くなられた方が3万人弱、はい、まあ、行方不明の方まだいらっしゃいますけども、で毎年日本で、はい、自分で命を絶つ方が3万人以上いらっしゃってて、うんうん、はい、どういうことだと思ったんですよ。で特に僕海外でコンサートをよくしているので、うん、はい、まあ、特にそのこの日本の、うん、まあ、なんとか生きてはいけるっていう、うん、あの社会の中で、うん、なぜその選択をしてしまうのかっていうことをすごくこう考え始めたんですね、うん、2012年ぐらいから、はい、で特にその寝る前にっていうのが最近多いみたいで、うん、で寝る前にその幸せ、今日あった幸せなことっていうのはすごくいいなって今思いました。もう習慣になれば、そうそう、うん、なんかいつもその僕もあの教えてる人とか、はい、教える子とかあと出会った人とかにも、うん、それでこんな話もするんですけど、うん、なんかちっちゃい幸せを見つけていくと、うん、いつか大きな、ね、うん、幸せになっていくっていうのを、はい、なんかね結構自分も積み重ねていっていて、うん、ラッキーとか、うん、今日信号めっちゃ捕まるなと思ったら、今日はゆっくり行けと、うん、ね、あの焦らず行けと、うんうん、っていうことなのかなとか、うん、なんか逆転の発想も、はい、嫌なこともちょっとこう嫌じゃないように移していくとか、うん、はい、まあ、そういう作業もしてるんですけど、うん、その積み重ねが心のね、うん、すごく大事だと思います、栄養に多分皆さんなっていくと思うので、うん、一番大事な気がします。それちょっとやります。あの寝る前なんかこう、うん、マリさんとかもあると思うんですけども、はい、めっちゃ考えません？考えることに、うん、なんか寝る前なんで一応一人の時間じゃないですか、はい、脳みそも、はい、けどやっぱ仕事とか、うん、なんか悩みがあったりとか、うん、どうしてもなんかしてる時はあんまり悩んでないんですけど、うん、こう落ち着いた時こそ何かこう、うん、悩んでしまうというか、うん、で僕は逆にお風呂と散歩してるときは作曲してたり、はい、リラックスする時間なので、はい、逆にアイデアがやっぱ思い浮かぶんですけど、はい、夜寝る時間って結構ね、うんうん、あんまり明るいイメージができない、確かに、うん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 、だからその幸せをなことを寝る前やる作業としては最高にいいかもしれないですね、うん、ぜひこのラジオ聞いてる方、はい、渋谷の方、はい、YouTube もこれあの今度の来週乗りますので、うん、あのやってもらいたいです ね、はい、ですね、ぜひやってください。いや今日いいお話すげえ、いやいいな、いいな。でまずあのその、まあ、マナハナプロジェクトもどんどんこれから広がってくると思うんですけども、はい、うん、これから の、 そのマネさんの展望っていうのは、はい、うん、何かこうイメージしているものっていうのはあったりするんですか、はい、どうせ今サウンド東京っていう形でやらせていただいてるんですけど、はい、す名前言ってなかったです、はい、サウンド東京、はい、株式会社サウンド、はい、うん、もうちょっとサウンド東京あのいろんなイベントとか呼んでいただけること多いんですけど、あの芸能人さんちょっと知名度が私たち足りないので、芸能人さんと一緒になったりして、本当すいません知名度足りなくてっていう話をよくするんですけど、これからもう少しあの知名度を上げていきたいなっていうのと、クオリティを上げていきたいなとか、新しい曲を作って、はい、みんなが輝けたらいいなと思ってこれをやっていこうと思ってます。で、海外公演も増やしたいなと思っていて、うん、今中国のお話いただいてるんですけど、うん、コロナ禍がもうちょっと収まったら10カ国語ぐらい、10カ国語じゃないや、10カ国ぐらい行きたいなと思ってます。そうですね、海外はやっぱりいいですよね、はい、うん、僕も本当に早くニューヨークに行きたいなって行きたい、うん、毎年ちょっと行ってたので、うん、ね、すごく
で今日なんか、まあ、現地のお話では結構やっぱ治安が悪くなっていたりとか今していて、本当にまたちょっと世界が、まあ、日本は、まあ、日本も変わったと思うんですけど、はい、海外はその辺の反応がすごい早いというか、うん、変わっていってるので、うん、まあ、その辺もこう 見つつですけども、はい、けどやっぱりいろんな世界中の、ね、方とお話できたり、うん、はい、触れ合うことで価値観がどんどん広がっていくので、そうですね、今こうシェアリングワンワールドっていう曲もやらせていただいてるんですけど、シェアリングワンワールドで、ね、中国の陳越さんっていうすごく著名な作曲家の方が書いていらっしゃって、この曲を世界中でこう世界で分かち合いの思いを伝えていく曲なんですが、日本でサウンド東京が担当させていただくことになっていて、うん、国連の曲にも決まったんです。この間ニューヨークでまたアメリカの有名な方が歌ってらして、中国でもう中国のトップ歌手の方が歌ってらっしゃって、これ各国で広めていって、でその世界中で歌っている方がまた一堂に集まってっていうのがこれから始まるの で、ね、シェアリングワンワールドもレコーディングもあるので楽しみです。それこそ、マリさん、はい、作曲とかは全くできません。それも苦手なことは得意な方にっていうので、あの有名な作曲家の方何人かにお願いして書いていただきました。あのそう今日、はい、あのそれこそ CD ってまだサウンド東京でのそうなんですよね、まだそうなんです。じゃあそれも一つ来年ずっと、もうなんだろう、もう 7,8 年前から CD 作ろうって言ってくださる方いろいろいっぱいいらっしゃったんですけど、私の自己概念が低いのか自信がないのかなかなかレコーディングしてなかったんですけども、やります。はいね、なんか、はい、タイミングあるじゃないですか、うんうん、多分マリちゃんはそのちょっとでもこう、あ、うんって思ったら多分 やらないのかな多分。いやけどそれは、はい、ね、直感ですもんね、うんうん、あの僕も最近こう押し付けられ、まあ、人自分で言う やることは別にね押し付けられることじゃないんですけど、はい、こうなんかこう、うん、なんか言われてあんまり反応できないものは多分で、うん、今できないんだなっていう、うん、別に絶対やらないじゃなくて今できないんだなっていう、うん、では今年は作ります。おじゃあ皆さんぜひサウンド東京、はい、どんな CD にしたいとかってあるんですか。どんな CD にこう なっていくのかなみたいな。あ、まあ、やっぱりちょっとタイミング的に皆さんの癒しと活力になったらいいなと思ってます、うん、なるほどね、うん、いやぜひそれも今年、はい、来年ですか、うん、今年レコーディングして来年はい、あ、けどもう今年だと2ヶ月そうです、の間にレコーディングして、はい、今もう話し合い進んでます。それはあのギターでいらないですかね。私あのよかったら、はい、ありがとうございます。なんかギター入る隙間があれば誘っていただけると、はいはい、ぜひぜひ、ね、まやさんとぜひあの、はい、まだ共演したことないの で、 そうですね、やっていただけたら嬉しいです。いやいや、いつでもありがとうございます。バリとギターでやりましょう、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は本当、はい、アップデートできた番組になったんじゃないでしょうか。ちょっとなんか今日すごい気持ちいい空間ですよね。嬉しい、本当にあれさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はあの本当初めて、お会いさせていただいたんですけども、はい、やはりあの人とのつながりを、うん、まあ、大切に、そしてそれがなんか当たり前にこう活動されてるからこそ、はい、会社であったりとか、はい、まあ、子育てであったりとか、うん、うまくバランスよく、うん、マリさんされてるんじゃないかなと、はい、思います。ぜひあの株式会社サウンド東京にあのいろんなイベントを、頼んでいただけると嬉しいなと思います、はい、そしてですね、マリさん、あの高知には来たことあると、あ、はい、ありますちょっと最後に高知の話をしたいんですけども、 またぜひ、私、はい、何、はい、ですか、何ですか、何ですか。高知大学ダイヤモンドダイニングの松村さんの講演の最後に弾いて、テレビも出ました。高知で10億円のバイオリンで弾きました。スラディバリオスで高知で、はい。そんな企画あったんですか。そんな企画っていうか、まあ、サプライズ、講演の最後にサプライズでバイオリンが出てくるっていうので、ちょっと高額のバイオリンを持っていきました。マリさん持ってるんですか。私の生徒さんがお買い上げになったのでお借りしました。すごいな。まだあのじゃあ、はい、高知にも、はい、ぜひ来ていただいて、だからデュオしましょう、はい、あの高知でもコンサートしてね、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日のゲストは、福本マネーさんでした。本当ありがとうございました。ありがとうございました。